元気人とは、秋田の明るい未来をつくる県民のこと。今回の元気人は、秋田市宇谷市内町内会長、石塚正樹さんです。石塚さん、なんたことで秋田を元気にしてらんですか？私は町内会での地域づくりで秋田を元気にしています。宇谷市内地区ってどんな場所なんですか？太平山の麓となるんですけれども、秋田市内でも最上流で豊富な水資源、それから山林資源、ここが我々の誇りだと思っています。誇りあるふるさとを守るため、石塚さんは積極的にこの地域の情報を発信してきたんですって。そうした活動から地域の新しい魅力づくりにつながった出来事も。その一つが、酒造会社と協力して行ってきた無農薬の酒米作り。やはり水資源、それに感動した酒造会社の社長さんが、どこで無農薬を作れないかということになって、だんだん広がるようになって、無農薬だから挑戦したいという若者たちが関係人口として集まるようになってきているというところです。さらに石塚さんは集落応援サイト秋田元気村を通じて、地域の課題を解決しようと元気村の相談員さんと協力しながら、地元の椎茸農家の後継者を募集したんですって。1ヶ月も置かないうちに実はもうアクションあったんです。後継者作りにしろ、関係人口を増やすのもやはり自分らから発信していかなきゃいけないんじゃないかなという、こういった農村が元気になっていけば秋田県全体が良くなっていくんじゃないかなと。石塚さんの活動でどんどん人の輪が広がってらんだすな。県では秋田の頑張る集落応援サイト秋田元気村を通じて、県内の集落運営をサポートしています。地域の現状や課題、将来像などを一緒に考えながら、自然や歴史、食、芸能など地域活動の情報を発信し、持続可能な地域コミュニティ作りを進めています。俺がでも集落の魅力に目を向けて、地域の元気を一緒に盛り上げていくすべ。秋田県外国人材受け入れサポートセンターを県庁近く秋田県教育会館2階に開設しました。専門の相談員が外国人材の受け入れに関する相談に対応します。ぜひご利用ください。令和7年3月に卒業を予定している大学生などを対象に、秋田県オンライン合同就職面接会を開催します。秋田のさまざまな企業の採用担当者と面接できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。次回の元気人はどんな人だべな。秋田ビジョンネクストスピンオフも見てけれな。